これが食べたかったんだ。とちおとめソフトを買ってきました。ああ、美味しい。ワンズタイムではワンコと一緒に楽しめるスポットも紹介していきます。今回はワンズと那須車中泊の旅。ワンズタイム一行が向かったのは乃木将軍が祀られている乃木神社。ワンズと一緒にお参り、そして東京ドーム176個分という広大な敷地を有する千本松牧場へ、激うまソフトクリームに舌鼓、かわいいヤギに出会いました。はい、ということで次はあくみさんどこ行くんですか？乃木神社。お、ということは片抜き御朱印？そう、最後の最後の神社だね、うん、はい、ここ那須にあるってことね。はい、ということで乃木神社行ってみたいと思います。はい、ということでね、今ね乃木神社向かってます。いやー、本当に今日はいい天気ですよ。素晴らしい天気に恵まれてよかったな。これで片抜き御朱印がね終わりますよ。いやー、いろんなとこね片抜き御朱印行ったんですけど、いろんなねこう動物をこうかたどったものがあるんだなって思いましたね。はい、ということでね、乃木神社もう少々で到着です。結構狭いな、ここな。乃木神社の参道というのかな、一本道になってますけど、目の前に乃木神社の鳥が見えてきました。おお、すげえ。本当だ。こういう感じで鳥になるんだ。すごいね、この一直線。ねえ。うん。わあ、これ素晴らしい。はい、乃木神社でーす。駐車場は右手かな？かな？うん。いやー、なんかすごい。参拝者駐車場。ここか。はい。到着でーす。乃木神社でーす。はい、ということで、乃木神社到着しました。いやー、素晴らしいですね。車で走ってきたら正面にね鳥居が見えました。はい、すごいね、本当にまっすぐだよね、うんうん、はい、それでは行ってみましょう。はい、行こう。乃木神社です。乃木丸助、乃木静子さん、乃木大将といえば有名な方ですけども、マステル神社です。天然記念物だって。あら、天然記念物しだれ、乃木神社のしだれ桜、天然記念物ですね。はい、いやー、これ桜の時期だったらすごいだろうな。すごいな、絶対綺麗ですよ。桜の時期はね見に来るといいと思います。まずはね長寿者で手を清めていこうと思います。中にね、うん、ビー玉がキラキラしてる。あら、ということでね、はい、私も清めていきたいと思います。わあ、すごい綺麗。中にねビー玉があります。うわあ、綺麗だね。乃木神社行ってみましょう。すごい綺麗。すごい川の水を落としたらこれだね、うん、すごい綺麗な水が ね、 ね、すごい綺麗な水が流れてきてるんですよ。降りられるんじゃない？うん、すごい綺麗、すごい綺麗ね、うん、すごいなんか水の流れが綺麗な感じですね。すごい綺麗、透明度、透明度最高だね。相葉しんがり号書いてありますね。あ、本当だ、乃木将軍がいらっしゃいますね。はい、馬がすごいリアリティがね、うん、あるよね、うん、はい、乃木将軍の石像ですね。はい、交代交代でねお参りしていきます。はい、おかえりなさい。ありがとうございます。はい、ただいまー。感動の再会ごっこだ。はいはい。
はい、ということで私もお参りしていきたいと思います。こちらのね神社は文武両道、夫婦和合などね、あるみたいなんで、そちらをねきちんとお参りしていきたいと思います。はい、それでは行ってきます。はい、行ってきました。はい、ということでね御朱印をいただきに行きます。刀抜き御朱印をね、はい、回りますので、ここやっぱ合格祈願もあるんだね。おみくじもね、いろんなおみくじありますね。恋みくじ、子供みくじ、灰みくじ、犬おみくじもありますね。猫みくじ、たくさんの種類のね、お守りとかありますね。お守りも、はい、交通安全とかね、はい、食お守りとか、ね、薬よけ、はい、いろいろありますね。健康守り、はい、商売繁盛のね札もありますし、いろいろありますね。はい、今いただいてきました。いや素晴らしいですねこれ。おお、すごい、なんか座ってるのが並んだ。本当だ並んだね。あの武田神社の横に並びました。野木神社さん、はい、いやすごい、かっこいいね。かっこいいですね。記念に残ります。はい、そしてね最後の刀抜き御朱印、はい、馬、野木神社ね、はい、これでね全部だね、うん、はい、後でいくつでも行こうね。はい、はい、後で全部振り返りましょう。境内をちょっと回ってみたいと思います。鯉の餌が売ってるぞ。え、鯉の餌が売ってるぞ。はい、鯉の餌が売ってました。はい、鯉に餌やりしてみたいと思います。はい、鯉の餌、後ろがもう全部こういう公園になってくんだね。うん、なんかすごい森の中って感じだね。そうだね、かなり木陰な感じが。大変だ、マムシ注意だって。危ない危ない、気をつけて気をつけて。はい、静沼到着です。ここでね、野木将軍がね、農業の重要性を説いて農事に励みましたってことですね。はい、静沼にね鯉がたくさんいるみたいなんで、先ほど買った餌やりをしてみましょう。はい、いやーなんか素敵な、ね、静沼、うん、はい、あれですね、静沼ってあの静子夫人のから撮ったのかな。うん、って書いてあった ね。いないよ。いないかな。いるよ、ここにいっぱい。いる？あ、パコパコしてる。ポコポコしてる。ポコポコしてる。あ、なんかいっぱい集まってきたよ。わかるんじゃない？わかるんだ。ほら。すげえ。集まってきたよ。集まってきた。はい、じゃあ久美さんがね、先ほど買った鯉の餌、うん、餌やりします。はい、どうぞ。お食べ。すごい。喧嘩しないでね。うわ、すげえ。お、これこれ。すごいなこれ。あげるあげる。よいしょ。これはすごい。いやこれ意外と怖いんですけど。もっと遠くにあげるか。それ散らばるよね。あ、そっか。そういうことか。うん、一箇所にやったらあれなのか。返そうか。なるほどね。これで口開けたところにさ、ポンって入れられたらさ、楽しいのにね。うん？それは無理でしょう。あ、なんか白い子来た。すごい。主だ主。ほら食え。よいしょ。白い子にあげたい。白い子食べてないから目立つから。よいしょ、ほら。いった。食べれたね。うん？うん。はい、タクトもね、見てますよ、タクトも。久美さん、楽しかったね。うん、楽しかったね。はい。鯉の餌やりでした。いや、ほんとね、なんか、近づいたらもう来たよね。来たね。なんか足音で
察したのか気配なのか、最初いないねって言ってたんだけど、うん、やはりすごい、その辺は能力があるのかな。剣指定素敵、乃木将軍の別邸ですね。はい、日本遺産になってますね。すごいな、なんかそのまま残ってるって感じがする。ここを散歩するにはね、すごくいいところですね。ワンズタイム、無事にね、お参り行ってきましたね。はい、はい、ということで御朱印がね、全部揃いましたね、うん、揃ったね。はい、どうする、夜見る。そうだね、夜見ようか、うん、夜改めて、肩抜き御朱印ね、うん、全部揃ったので振り返ってみたいと思います。次はパン屋さん、パン屋さん、明日のパンね。そう、明日のパン買いに行こう、はい、なんていうパン屋さんの、モルゲンロート。モルゲンロートで、ナスはね、結構美味しいパン屋さんがたくさんあるってね。そう、いろいろ調べたらあったんで、うん、ここ初めてのパン屋さんね、行ってみたいと思います、うん、モルゲンロートさん。はい、では行ってみましょう。はい、ということでね、パン屋さんね、向かってます。はい、ということでモルゲンロートさんね、もう少しで到着です。はい、どんなパンがあるのかなーって、なんかね、ご当地の素材をね、生かしたのがね、書いてきましたけど、なんか手書きのポップがかわいいよね。かわいいね。はい、久美さん到着しました。はい、はい、はい、町のパン屋さん、モンゲンロートって書いてますね、うん、はい、楽しみですね。楽しみだね。はい、じゃあ行ってみましょう。行ってきます。はい、夢通りという小麦粉を使った、はいはいはい、ものを使ってまして、これが入ってるのが、うん、小麦が夢、夢香り、夢香り、はい、あ、それがいいですね、はい、これ食べた、はい、この塩あんバターパンいただきます。はい、ありがとうございます、はい、いやいや、やっぱここからベーグル、チョコグラベリー、はい、いいですね。これかな、これ気になった、うん、あのベーコンと目玉焼きのトースト、うん、はい、これ卵が赤いと思うんですけど、はい、あ、地元の卵ですか。ナス御用蘭っていうブランドなんです。ナス御用蘭なんだ。そうなんです、ね、いや嬉しい。これ2個にしようか、ナス御用蘭。はい、じゃあこれでいいか、これでいいか。はい、店内入ってきてね、本当はね、もっとね、たくさんあるみたいなんですけど、もう時間がね、もうね、だいぶ売れちゃってますけども、こんな感じです。で、やはりこのね、塩バターあんパンとかね、結構人気みたいですね。塩あんバターパン、この辺のね、土曜限定って書いてるのもいいみたいですね。土曜は品数が多いみたいです。この辺のね、バジルとかもそうですね、土曜限定の、はい、この辺も狙い目ですね、土曜に来た方はね。ワンズタイム、はい、じゃあ久美さん、はい、はい、じゃあ次は、次は千本松牧場。はい、だいぶ遅れましたけど、千本牧場ね、うん、行きたいね、うん、はい、アイス食べ行こう、ソフトクリームね、はい、ソフトクリームね、もう、ま、千本松牧場の目的はソフトクリーム、うん、ソフトクリームね。はい、じゃあ行ってみましょう。はい、ということでね、千本松牧場、過去何回か行ったことあるよね、うん、ここのソフトクリームね、毎回ね、食べたりしてるよね、うん、美味しいんだよね、美味しいよね。なんか牧場といえばやはりソフトクリーム、これ外せないよね。道の駅とかにもね、ソフトクリームたくさん置いてあるんで、本当にどこのソフトクリームもね、本当にそれぞれこだわってあると思うんですけど、牧場のソフトクリームはね、やっぱりなんかこう雰囲気もあるし、美味しいよね、美味しいよね、うん、野ヶ原公園もいい公園だったよね。那須野ヶ原公園、そうだね、もうはるか昔だけどね、那須に旅行にしょっちゅう来てたのがもう相当前ですよね、10年以上前、うん、もっと前かな、なんか久しぶりに来た感じがありますね、那須。だいぶ様変わりしたんやのかな。はい、千本松牧場到着です。どこ行くの、団子と、あ、あ、おっとっとっと、
はい、千本松牧場到着です。はい、じゃあ行ってみましょう。おお、美味しそうな牛乳がドドンとありますね。はい、ファームショップの方行ってみましょう。お、プリンとかいっぱいあるね。あ、プリンがいいかね、うん、はい、千本松牧場の牛乳使用してるとろけるプリン、はい、これ買ってってみましょう。夢見る口どけ、夢見る口どけ、行ってみましょう。はい、チーズとかも売ってますね。千本松牧場の手作りチーズ。いやー、いろんなね、詰め合わせがいっぱい売ってるね。うん、うん、はい、こんなに冷蔵庫入らないんで無理です。キブナビールがありました。はい、これのね、黄色いやつだったよ。そうだね、色違うね、うんうん、美味しかった、キブナビール。うわー、チーズとかいっぱい売ってるよ。森のチーズとか、すげえ。千本松牧場の飲むヨーグルト買ってきます。はい、うちヨーグルト好きでもあるんで、はい、5月26日。はい、ミルクコーヒーが置いてたんで買ってきたと思います。大きいのってお得だね。大きいの買おうか。あ、入らないか、水出しちゃえば。そうか、うん、水出してミルクコーヒー買ってきます。水出して、はい、ミルクコーヒー買ってきます。はい、ということでね、那須千本松牧場のベーコンがありました。はい、こちらね、先ほどベーコン美味しかったですね。今回はちょっとベーコンをね、お土産に買っていこうと思います。那須千本松牧場のベーコンです。400g 以上はみんな一緒？うん。ね、これ 500g なんでね。これね、500だった。うん。はい、じゃあこれ選びました。はい、ということでね、今買い物終わったんで、今度はね、はい、お待ちかねのソフトクリーム買いに行きたいと思います。ただね、もう時間がギリギリなんで、こっちの別店舗の方は終わってるみたい。まだあるかな、ソフトクリーム。やってるかな、大丈夫かな、やばいかな、ちょっと終わったらショックだよね。ショックだよ。まあでもいろいろヨーグルトとかいっぱい買えたもんね。あ、そうだね。そしたらしょうがないからそれ食べようかな。コーヒー牛乳とヨーグルトね、うん、買えたね。飲むヨーグルト、ベーコンも買えたよ。ベーコンも買えたね。今日なんかお昼ベーコン美味しかったからさ。そうなんだよね、お昼のベーコン釣られたよね。そう、はい、千本松牧場もね、もうほんと観光地として有名なところなんで、すごい観光客の方がたくさん来てます。日陰でね、もうソフトクリーム食べる場所もたくさんあるんで、1番お願いします。1番1個買ってくればいい、とりあえず、はい、いいよ。ここにね、番号があるんで、この番号から選ぶみたい。はい、やっぱり一番人気はね、この千本松ミルクソフトが一番人気になります。この辺もね、おすすめみたいですね。はい、今ね、久美さんがね、買ってきます。おー、来た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 。うわー、ソフトクリーム、はい、出ました。はい、じゃあ千本松牧場のソフトクリームどうぞ。いただきます。美味しい、濃厚、どうなの。うん、濃厚さっぱり。濃厚さっぱり、濃厚なんだけど、さ、後味すっきりさっぱり。あー、なるほどね、後味はすっきりしてんだね。うん、美味しい。おー、よかったよかった。これが食べたかったんだ。はい、これが食べたかったんでしょ。そう、食べたかったの。ね。はい、ソフトクリームね、本当場所によって味が違うからね。はい、ワンズ。はい、ちょっとお裾分けです。はい、じゃあワンズにお裾分けです。あーちゃん。あーちゃん。
次カノン。はい、ちょっとだけだよ。はい。タくん。舐める程度ね。はい。タコおひげが。美味しいね。はい、ちょっとだけお酢分けです。はい。よかったね、もらえてね。タクト。よかったね、タクト。どう？今までさ、いろんなソフトクリーム食べてきたのにさ、うん、まあ、どこも美味しいとは思うけど。うん、その時その時そこが美味しいと思うから、ちょっとよくわかんない。わかんないか。うん、今これ食べて、うん、このソフトはすごい美味しいなって思う。あれ？はい。前回の旅行から忘れられなくて、とちおとめソフトを買ってきました。はい、前回ね、あの栃木はいちごの旅でしたけど、今回いちごね、あまりなかったんだけど、とちおとめ。なんかさ、うん、もうすでにいちごの匂いしてるよ、この辺。すごいよね。うん、あ、とちおとめソフト、いただきます。あー、おいしい。ちょっとそれ食べたい、くみちゃん、もう。おいしい、なんだこれ。うまい。なんだこれ、やべえ、超うまい。なんだこれ、あー、まずっぱさが、そのなんかいちごのなんか感じがちょうどよく、これうまいわ。ちょっとこれ交換くしよう。これおいしい。いただきます。いい、はい。どう？美味しくね？美味しい。全然違う。全然違うね。全然違う。とちおとめ全開に来るよね。え？すごいいちご。すごいいちごだよね。これ美味しいよね。美味しい。やばいよね。美味しい。これとちおとめソフトありじゃね。ありあり。ありっていうか逆にいいよね。でもクミ今日牛乳ソフトが食べたかったからそれでいいんだけど、うん、めっちゃうまいんだけど、俺これ大好きになっちゃった、やばい。すっきりしてるよね。うん、もう俺ね、ここに来たらこれ、もうこれ、いや、季節限定じゃないの。そう、季節限定なんだよ。だ、間に合ってよかった。5月中旬、うん、5月いっぱいかね、だから、うん、だろうね、いちごの季節だからね。だって持ってきた時にすごいいちごの香りがさ、ふわっと香ってたよ。香りがすごいよね。うん、でさ、なんかさ、いちごの香料とかじゃないんだよね。金ときた。ソフトクリーム食べて金とくる。いや、美味しい。なんかね、疲れてたしね、美味しいわ。はい、ちょっとね、周り散歩してみます。もう時間閉間際ですけどね。お、なんかすごいヤギさんいるよ。なんか上にいない？そうだよ、だってヤギって上登るじゃん。めいめいランドだって。すげえ、すげえ、すごいよ。なんか上にいるよ、小ヤギ。うんちしてる、うんちしてる、うんちしてる。すげえ、こんな上から見るのって面白い。なかなかないよね。かわいいね。うん。みーって、みーって言ってるよ。みーって。カノンがこんにちはしたいって。はい、カノンがこんにちは。こんにちは。カノンお友達でしょ。お友達。仲良し。はい、今ね、千本松牧場ね、ギリギリですけど、今園内散歩してます。はい、あ、ドッグランが見えました。はい、ここね、ドッグランがあるんです。はい、はい、ここ有料のドッグランです。貸し切りもできるんだよ ね貸し切りのドッグランでもある。はい、このちっちゃいのが貸し切りかな。ね、はい、ちっちゃい絵があります。かわいい絵だね。そうだね。まあ、ミニアジより大きいか。うん、でも
できそうじゃない、うん、あのぐらいの絵だったら。そうだね。はい、ドッグパークです。こっち大きいな。なんか乗馬とかね、馬車とかがあるみたい。もう終わりかな。馬車はないんじゃない。え、馬車乗馬でしょ。え、馬車も遊覧馬車とね、乗馬クラブがあるんだね、これね。ポニーもいました。ワンズタイム、いかがでしたでしょうか。ワンズとナス車中泊の旅、乃木将軍が祀られている乃木神社お参りできました。千本松牧場のソフトクリーム激うまでした。おいしい。これうまいわ。ちょっとこれポッカンクしよう。次回は那須和牛カルビ焼肉弁当を買って車中泊、那須のグルメ満載。お楽しみに。励みになりますので、チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。おいしい。おいしい。